本日は納豆を入れた餃子ということで、お肉から。お肉は豚肉を使用していきます。少し分厚めのもの、種類は何でもいいと思います。おすすめは油が多めのものを使用してください。まずは刻んでいきます。今回は普通に市販で売ってるミンチのような大きさにするのではなくて、少し大きめ、納豆の大きさよりちょっと小さいぐらいにするといいかなと思います。納豆と同じくらいの大きさで試作してみたんですけど、その場合だとちょっと大きすぎて、まあ邪魔になるかなっていう感じがあったので、少し小さめに切っておきましょう。さあ、どんどん具材を切っていきましょう。次はキャベツですね。キャベツはもう細かくするだけなので、まあみじん切り、まずはみじん切りっていう感じで入れていきましょう。キャベツがたっぷりになってくると、まあ、食べやすさが増しますし、甘みも出るので、量もねかさ増しできるということで、キャベツたっぷり入れてもらっていいと思います。今回は、主役が納豆ということなんで、納豆とお肉の味が引き立つようにちょっと少なめで、入れてます。ただ入れる量が少ないと肉汁が漏れ出ちゃうような餃子になっちゃうんで、ある程度はね入れてもらった方がいいんじゃないかなと思います。さあ、キノコですね。まあこれは余ってたから入れるっていう感覚でいいと思うんですが、キノコもやっぱり旨味、豚肉から出るたっぷりの油を吸ってくれるので入れてもらった方がいいと思いますし、食物繊維もねたっぷり取れるんで、おすすめの食材です。こちらも刻んで入れておきましょう。さあ、ここまで具材の準備ができましたら、ニンニクですね。ニンニクは一辺に満たないぐらいかな、を入れていきます。全然一辺でいいと思います。そしたら火入れですね。ではフライパンにまずごま油を引いていきましょう。ごま油は結構たっぷりめに引いておきます。このごま油の量は正直少なくてもいいんですけど、まあ、香りですね、全体の香りがいい感じにつくので多めがおすすめ。豚肉を入れたら塩コショウで少し下味をつけておきます。これは納豆がもともと味しっかりついてるんで、お肉を食べた時にね、それぞれパンチがあるようにということで塩コショウを振っておきましょう。ちょっと強めでもいいぐらいだと思います。そしてキノコを入れます。この時ね、誤ってキャベツが入ってますけど、別に入れてもらっても大丈夫なんで、まあ、入ってしまったらそれで OK かなっていう感じです。これで、豚肉から出た油、そしてごま油の香りがいい油、この2種類をキノコにまとわっていきます。それでは納豆を用意していきましょう。今日用意したのは、大粒納豆です。大粒の方が栄養価が高いので大粒をおすすめします。あとは食べ応えも上がりますね。タレだけ入れて混ぜておきましょう。さあ、ここまで来たらしっかりね具材に火が入ってきてるので、キャベツ、それからすりおろしたニンニク、そして納豆、この3つの食材をすべて入れて、さらに火にかけていきましょう。しっかりね混ぜながら入れていきましょう。そんなにね納豆の臭みは全体に広がりませんので、安心して混ぜてください。さあ、味の決め手、コチュジャン。このコチュジャンが入ることによって、今この入る前の状態と比べてしっかりとね全体がまとまる味に仕上がるので、コチュジャンは絶対入れてほしいなと思います。さあ、全体に広がったらこんな感じ、もうこれだけでねとても美味しいですね。さあ、それでは餃子の皮に包んでいきましょう。まずはバットに小麦粉を振っておきます。こうすることで餃子の皮が底面にくっつくのを防いでくれますし、出てきた水分がね多すぎた時にべちゃべちゃになるっていうのも防いでくれるので非常にいいと思います。あとは焼く時に下についてる部分の粉が羽になってくれるので、まあ簡単に羽が作れて私はよくやるんですけど、おすすめの方法ですね。ただダマになりすぎるとちょっと見た目悪くなったりする時もあるんで、そこだけ注意してください。あとはひたすら包んでいきましょう。別に形は自分で食べるので気にしなくていいと思います。私はあんまり包むのが得意じゃないですね。さあ、すべて包み終えましたら焼いていきましょう。フライパンにごま油を引いていきます。ここもごま油、香りが良くなるのでごま油をチョイスした方がいいと思います。で、この油はねしっかり引いて、広げてあげましょう。ここで引きムラがあったりすると仕上がりの焦げ目にムラができるので、まあ、よくね綺麗な焼け目にならないっていう方はしっかり引いてもらった方がいいと思います。餃子を並べる時のポイントは、まず火を切ること。こうすることで先に入れた餃子から火が通ってしまうのを防いであげます。そして並べた後はしっかりと少し押し付けること。こうすることで、しっかりと焼きムラなく、そして火が通りやすく、また、焦げ目もちょうどいい感じに仕上がるので、まず並べたらしっかりとこう押し付けるようにして置いてあげてください。あとは火力を中火から強火にして、少し音が鳴ってきたらお水を入れてあげると。この
このお水なんですけど、できれば沸騰したお湯の方がいいと思います。その方がね、特にご家庭で使うようなテフロンのフライパンなんかは傷つきにくくなりますんで、お湯を用意するのがベスト。あとは水分が飛んだのを確認したら完成ですね。よくある方法で仕上げていきます。お皿をひっくり返して抜けて、よっこいしょと。はい、こんな感じ。結構美味しそうに焼けました。最後に取っておいた納豆のからしを添えてあげれば完成です。このからしがね、納豆餃子はすごい合うのでおすすめですね。はい、今日は、納豆餃子を作っていきました。一番のポイントとなるのは間違いなくコチュジャン。これがない状態で仕上げると、餃子がね、本当に納豆の味がするちょっと塩っぽい餃子って感じになるんで、どうしてもタレが欲しくなっちゃうんですよね。なので、うまく焼き上げても味がそんなに美味しくないってなっちゃうので、コチュジャンを絶対入れてほしいなと思います。そして今映ってると思うんですけど、この、ご飯の上に乗ってるものは肉だねですね。火入れが終了してもう包む段階までいった状態で、食べてかけています。で、これは何でかっていうと、皮を余らせるとその時のこう調理って結構ワンタンにするとか、いろいろレシピあると思うんですけど、結構ねレパートリーがあんまり美味しいものに仕上がらんかったりっていうのがあると思うんですよ。なので私は皮を残すんじゃなくて、具を多めに作って、具が残ったらこんな風にね、ご飯の上に乗っけて、ふりかけ、豪華なふりかけとして食べてますね。今回はね、動画なんでこう餃子と一緒にしてますけど、いつもだったら残しといて、後の時に、別の時に食べたりしてます。めちゃくちゃ美味しい。もう正直あの肉だねのために作ってもいいぐらい美味しいんで、餃子は関係なく作ってもいいと思います。本当に美味しいです、これは。で、納豆も入ってるんで健康的かなーって勝手に一人で思ってます。餃子自体の仕上がりはね、もう音聞こえてると思いますけど、仕上がりはもうパリッパリ、最高の仕上がりでございます。で、豚肉もね、結構食べ応えあるし、邪魔にならないくらいの大きさに刻んであったので、これぐらいでちょうどいいかなと思います。もちろんニラなんかを入れても美味しく仕上がるかなと思いますので、もうその時ある食材、玉ねぎなんかもいいと思いますね。水分さえしっかり切れば、いろんなものを入れて試してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。